しまーす。ラリーパッドです。はい、いつも応援をありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、3月になりました。なりましたね。ちょっと2月はビデオを見ていなかったのかな、うん、ですかね、はい、まあね、2月寒いですから そういうあれ、3月入ってちょっと暖かくなってきてね、やっと僕なんか冬眠から覚めてきて、さあこれからいろいろやろうかなとか、ね、これからやぞという、そう、はい、そうなんです。まあ、期待も暖かくなってきましたからね。いや嬉しいですね、うん、もう僕冬大嫌いなんでね。僕もです。もう、はい、もう早く春来てほしいめちゃめちゃもうちょっと心ウキウキしてきているんですけど、はい、まあ、3月といえば、毎年僕たち、やらせてもらっていることがあります。ね、もう8年前ですか、はい、東日本大震災、ね、ありまして、2011年あったんですけど、まあ、それから僕たちちょっと自分たちに何かできないかなってことで、復興の応援の、ね、チャリティーライブを毎年、ここ数年させていただきます、はい、今年は3月11日、地元京都の、ライブスポットラグさん、ね、はい、東日本大震災の復興応援のチャリティーライブさせていただきます、はい。まあ、いろいろね、うん、今までも、チャリティーライブ、いろんな企画で、ね、はい、やらせてもらったんですけど、今年はですね、うん、昨年末に、福島の方に初めて、ね、はい、行かせてもらったので、はい、ちょっとそのことについて、うん、まあ、その時の状況だ、はい、僕たちが思った気持ちや、その時の状況を、ね、はい、そうですね、方を喋らせていただいたり、はい、皆さんに、うん、紹介させていただいたり、うん、なんかそういうことが、ね、できればなと思っております。うん、はいですね。まあ、今まではご縁あって岩手県の宮古市の方とかね、うん、行って岩手のその現状とかいろいろお話させてもらったんですが、うん、今回はちょっと福島の方をね、自分たちが見た映像とか、うん、またビデオとかもね、見てもらおうかなとか思ってます。で、まあ、それと、やっぱりライブはね、僕たちもう音楽で皆さんに元気になってほしいなと思ってるんで、ライブも皆さんにしっかりね、楽しんでもらおうと思ってますので、来ていただいた皆さん、もう本当にね、チャリティーにご協力いただけるんで、来て、まあ話聞いて、いろいろ思い出してもらったりとか、うん、考えてもらったり、あとライブ楽しんでもらったり、うん、そんな一日にしたいなと思ってますんで、はい、ぜひ 3.11、ライブスポットラグに来てください。はい、来てください。よろしくお願いします。します。3月はね、まあ他にもいろんなイベントとかね、出させてもらったり、活動します。はい、それから、僕たち大きいのありますね。ありますね。この先、あったかくなったら、はい、5月6日、僕たち京都、地元京都で初の、ホールライブをします。はい。ね、もう皆さんご存知だと思いますが、はい、チケットも絶賛発売しております。発売開始になっております。はい。はい、5月6日月曜日の休みの日ですね。そうですね。ゴールデンウィーク最後の日になるかな、はい。はい。京都府立文化芸術会館ホールですね。はい。やらせていただきます。うん、ぜひぜひ皆さんお越しください。はい、よろしくお願いします。してもらわないと思います。はい。ですね。まあこれからもそれに向けていろいろ頑張っていきますんで、うん、応援の方よろしくお願いします。はい。じゃあまたライブでお会いしましょう。はい。ラリーパッドでした。皆さん、行きます。